古市駅は兵庫県丹波笹山市古市笹北川にある西日本旅客鉄道福知山線の駅である。駅番号は JRG67 アーバンネットワーク及び JR 宝塚線の愛称区間に含まれている。標高は211メートルで線内で最高所に位置する駅でもある。2番乗り場に侵入する丹波路快速。 篠山口駅プラットフォームに面2線の相対式ホームを有する地上駅。構内に分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。篠山口駅が管理する無人駅だが、移行化が利用可能で、高額紙幣やオレンジカードが使えない簡易型自動券売機及び自動改札機が設置されている。駅舎は南の一番乗り場側にあり、 反対側の2番のリバイは、古戦橋で連絡している。公衆トイレは、駅前の駅舎空きに自治体が管理するものが、設置されている。日中は1時間あたり2本が停車する。朝晩は、本数が1時間あたり3から5本となり、JR 東西線経由の電車もある。兵庫県統計所によると、2016年度の1日平均乗車人員は197人で、ある。 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。北西と南東を山に挟まれた場所に位置し、その間を中心に住宅地が密集している。普段は人通りが少ないが、地蔵盆の時期になると駅前一帯が宿場、人よ夢街道の会場の一つとなり、賑わいを見せる。普段の古市駅前、宿場、人よ夢街道が開催される駅前通り周辺を 新規クリーンバス及び、コミバスハートランが運行しており、南の国道176号沿いに、国道古市バス停がある。ABCDEFGHIJKL、兵庫の鉄道全域 JR、三石神戸新聞総合出版センター、2011年12月15日、115ページ。 ISBN 9兆7843億4300万6 0 2 8 a b c d e 市の明停車場変遷大事典、国鉄、JR 編 2JTBE、1998年、127ページ。ISBN 978から4から 533029806AB、通報福知山線古市駅の駅員無配置について、 鉄道広報 P1 日本国有鉄道工事第454号官報兵庫県統計書ありがとうございます。